界の BTS V が行列に初降臨。できる予定です。今夜は安いものをご紹介。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんばんは、 BTS の V です。日本語うまいんだ。実はこれ嘘の収録で、本当は行列のロケ。この後 V に嬉しいドッキリ。今年世界で最も美しい人1位に。その V にこれまで数々のアーティストに仕掛けてきた行列恒例の壁破りドッキリを行う。何も知らない V は音楽番組の偽インタビューに、こちらの壁から飛び出て V を驚かすのだが、突き破るのは珍しく壁破りドッキリでご対面。すごい。まずは今回レイオーバーリリースおめでとうございます。偽インタビューがスタート。ちょっと下積み時代が長すぎて、今回のレイオーバーは本当に大人っぽい曲が多いなと思います。一ノ瀬セット裏にスタンバイ。大人の雰囲気で、はい、V さんの魅力がたっぷり出てる一枚になってるなと。あるんですか魅力。ありますよ。謙虚。壁破りの前にセットを覗き見。 BTS のグループのしての活動とこのソロのアルバムというのは違いますか。ああ違いますよ。グループはバレるよ。簡単になんかがソロだったな。パフォーマンスのクオリティがティモクが再挑戦。この曲こういうところ一番聴いてほしいっていう部分ありますか。タイトル曲で、にスローデンシングですけど、スローデンシングの中で後ろのメロディが全部演奏します。플루트で연주하다。기초스러운いよいよ的なコロナ禍の中、国連で누구하고만날날이멀지않은것같습니다。그때까지모두긍정적인에너지로다시반겼으면좋겠습니다。メンバー全員で演説をし、去年ホワイトハウスを訪問するなど世界的大スター。そんな超大物に壁破りドッキリを仕掛ける。Vさんが会ってみたいアーティストっていうのはいるんですか。家で映画とかドラマとかとたくさん見ます。その中で相撲選手のナルの話、力士全部見ました。となるとよし。となると会いたいアーティストというのは誰ですか。一ノ瀬さん。一ノ瀬さん、これは嬉しいわ。ファンになりました。では一ノ瀬さんにメッセージを、それを番組側が届けるということでもよろしいですか。一ノ瀬さん、一緒にご飯を食べてください。お、突っ張りでよろしくお願いします。大ファンです。これはあかん。知ってるやん。これはあかんって。知ってるやん。ほら、オリカメラおかしい。オリカメラおかしい。数役の人さん、オリさん見てびっくりしてるやん。よし、よし。一ノ瀬ワタルさんでーす。湘南縁をリメイヤスコイ。一ノ瀬さんです。本物です。びっくりしました。女の子。大ファンです。ああ、私もそんな相手すごく嬉しいです。いや嬉しい。もう。ミス。やってる。ちょっと。めちゃくちゃ嬉しいんだろ。見てるよ。いや、おっさんです。ここからは改めて3人でトーク。一ノ瀬さん、なかなか V さんに質問する機会もないと思いますけど、聞いてみたいことありますか。いや、そうっすね。
一ノ瀬さんサンクチュアリがヒットしたからめっちゃモテるでしょって言われるんですけど、もう全然これモテないんですな。世界中の女性を魅了する V さんにこうアドバイスがお聞きできたらいいなと思って。韓国来てください。ちょっと待って、俺が韓国に行ったら遊んでくれるんですか。韓国でバラエティしてください。バラエティ一緒に行ってことですか。あ、もちろんです。おお、いや、バラエティや、チャーシュ、チャーシュ。ここで V がハマった一ノ瀬主演のドラマの話に。撮影するかなり前から、ね、体作りされてたんですよね。あ、そうっすね。クルージュジェルは、はあ、あの体がもっと、それも知ってんねや。あ、そうっすね、はあ、すごいよく見。ラジでしょ。ダブル X はギリギリライン。トリプル。トリプル X だと OK ライン。OK です。あるかな。トリプル X ライン。大きいサイズのコーナーへ。かわいい。かわいいポケットが。ポケット。かわいい。どうでしたか。チャッシュ。どういう会話なんですか。最中。あ、5L OK。入るかな。大丈夫だと思います。サイズ大きいのあるんですね。あるっすね、5L あるっすね、うん、お、ちょっとブルーの服。お、あ、そのパターン見つけた。お、見つけた、確かに爽やかブルーな、このカラーが。あ、綺麗。こっちも爽やか。これがいいですか。あー、あ、でもベージュ結構私好きですけど。ベージュですよ。チャーシュ、すげー贅沢やウイさんと今田美桜さんに選んでもらったし。確かにね。あ、安っ。続いてはパンツ探し。上がベージュ。あ、でも似合いそう。下は、おお。あ、絶対似合うよ。見つけた。いやー、チャーシュ。安い。お、これも可愛いでしょ。ブルーの、うん、これです。今田も協力して V のコーディネートの肝となるワンポイント探し。こういった色のカバンと持ったことあります。いや、持ったことないっすね、うん、俺基本手ぶらっすからな。ポケットにね、財布入れて。 V が島村で選んだ一ノ瀬渡る爽やか風コーデ、一体どうなったのか。チャーシュ、終わりました。先ほどのコーデがさあどうなったんでしょうか。一ノ瀬さん、お願いします。おお、可愛いじゃん。爽やか。なんか若返ったね。うん、爽やかになってるっすか。あ、いや、可愛いっすよね。似合う。あ、すごい、ワンポイント。これもポイントです。ここにつけるんだ、ポイント。あ、決まってますよ。ね、今田さんいかがですか。いやいや、もう本当にすごい爽やかですし、なんかベージュすごいお似合いです、ね、あ、マジっすか、はい、ごちゃんし、ごちゃんし。여자친구를만나러갈때입는뭔가모던한。じゃあデートの時はこれを着てった方がいいってことかな。気になるトータルの値段、ちゃんと1万円以内に収まっているのか。こちらの爽やか風コーデは合計7,436円。お買い物上手。もう余裕で収まってのコーデ成功。 V による一ノ瀬渡る爽やか風コーデが見事完成、合計7,436円です。可愛らしい。続いては V のソロデビューアルバムをイメージしたレイオーバー風コーデに挑戦。さあ、レイオーバー風、それをどうファッションに落とし込んでいくのか。そうっすな、はい、うん、おお、これ見つけた。
見つけた。似合う。これ似合う。似合う。だそうですよ。チャーシュ。ペンツ。あ、パンツ探しましょう。お、早かったですね。え、かっこいい顔。オッケー。アクセサリー探しましょう。早い。すごい早い。さすが自分の曲。イメージが出来上がっているのか、即決でどんどん選び、5分でチョイス終了。一ノ瀬渡るレイオーバー風、どんな感じになったのか。一ノ瀬さんお願いします。おおおおいい。一ノ瀬さんどうすか。はい、そんなポーチやめてください。イメージがね、もっと暖かく、もっと暖かく肩が、あ、もう、うん、これがいい。かわいい。あ、いい。またさっきとガラッと変わりましたけれども、ね、今田さんどうですか。いや、でもすごく素敵です。やっぱグリーンすごくお似合いですよね。はい、お似合う、うん、これでモテるっすか。最高。チャーシュ。チャーシュ。改めて V さん、このコーデのポイントはどんなところですか。あのポイントは顔です。顔、顔の雰囲気、一ノ瀬さんのスマイルは뭔가되게나도웃게만드는그런매력을미루고가시와세나니雰囲気。だから一ノ瀬さんの笑顔が周りに幸せを振りまいてくれるっていうのがまさにレイオーバーってことですね。いや嬉しい、ね、ありがとうございます。気になる値段は1万円以内に収まっているのか。合計で6,446円でした。さっきよりも安い。安い。すごい。見えない見えない。ナイス。素晴らしい。これちょっと買い取るっすな。どっちもありがとうございます。自慢できるからガチに。明日早速これで仕事行くっす。一ノ瀬をおしゃれコーデで見事変身させてくれた V、 お礼に番組からプレゼント。まず今田さんからいきましょうか。じゃあいいですか。はい、よ、はい、あ、来たの、こちら、うわ、前掛けです。前掛け、ジャパニーズエプロンです。おお、ありがとうございます。 V さんのアルバムジャケットとその飼われてるワンちゃんのヨンタン。そういうことですね。はい、ヨンタン、はい、よかったらぜひつけてみてください。ヒヨンで、かわいい。え、かわいい、かわいい、かわいい。おお、わあ、かわいい、かわいい。じゃあ、じゃあ次、僕めくります。あれ、おい、スナ、スーナ、スナ、口癖でスナって言っちゃうんですけど、おお、まあ、ぜひこれも、まあ、の料理の時にあのつけてほしいな。ありがとうですな。嬉しい。いや、あ、上手。あ、チャーシュ、今田さんにもチャーシュ。やったー。これマジっすか、今田さん。まさかの、ありがとうございます。絶対流行ってる、このスナ、居酒屋スナ。お返しに V からもプレゼントが。あの、僕のソロアルバムサインアルバムです。サイン入ってす。森さん、私にも、私にも、森さん、私にも、ありがとうございます。マキさん怒りますよ。 V の直筆サイン付き。一ノ瀬さん、うわ、ごっちゃし、うわ、今田さん、はい、ありがとうございます。すごく嬉しい。ありがとうございます。 BTS V さんのソロデビューアルバムレイオーバー絶賛発売中すら。よかった、感動もらいました。あ、感動。よかった。すっかり打ち解けた2人は後でご飯一緒に食べましょう。連絡先を交換するってことですか。もちろんですよ。いいっすか。僕たちのコンサートあったら来てください。マジっすか。はい、やべえ、すごいですよ。やばいっす。もう友達ってことですか。マキさん友達になってましたよ、一ノ瀬さん。羨ましすぎる。ですよね。なんで呼んでくんなかったの。なんでなんですか。森さんまでもらってましたよね。そうなんです、持ってきてしまいました。すごい、はい、どんな方でした。V さん、とにかく日本語がお上手で、上手。